違ったな、これ道。いや、いいのか、まあ高速は間違ってねえはずだからな。ええ、それ考えてみたら、うん、なんだこれ。これすごいな、めちゃくちゃ古そうだけど。1.8m ですもんね。実際そう、本当だ。うちの身長でギリギリですもんね。これは車で走ったら怖そう。赤レンガで積んであるもんな。いつ製なんだろうね。へえ、すごい。あと、城山可動橋、ぶつかるよっていう高さですもんね。すごいな。あと聞いといてよかった。私、勝手なイメージでこっち側にね、駅舎あると思ってましたけど、今曲がっといてよかったわ。あの駅舎こっち側らしいですね。こっち側。そうそう。さっきね、あの駅舎のあった向こう側のね、ですから南向きにあるのかなって勝手に思ってたんですけど。あ、おはようございます。おはようございます。あ、向こうか。これなんか自治会の一自治会やってるんじゃなくて、本当かな、今日全体でやってるんですよね。今多分自治会はもうまたいできてますもんね。あ、そうか、でこっち商工会館で、これが、あ、これ町役場か。あ、そっかそっかそっか。いや、本当にこっちがメインなんですね。あ、そう、すぐ、ここはすごいスクールゾーンしっかり取ってありますね。学校近いな、あ、保育所もあるし、多分学校も近いんだろうな。風情ですね。風鈴になってますし。あ、信号ずっとだよ。これか。これだ、これだ。あ、はい、はい。あ、こんな感じも結構建物も変わってますもんね。綺麗に田丸定石。へえ、熊野街道、伊勢街道、ここら辺か。で、ここか。こっちでいいのかな。ああ、はい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 。なるほどな。あ、和菓子屋さんもあるだね。あ、行ってんだ。へえ。ああ、そっか、神仏用のね。あ、すごい混んでる。そりゃこっちに来るとパチンコ幅ですもんね。 CM は長いと。どこだ、そっちか。あ、そこかも。あ、おはようございます。駅がそこで、駅舎向こうか、向こうか、行き過ぎたか。あ、信号まっすぐでよかったんか。ここすごいな。だってまだ朝の8時よ。朝の8時ってすごいね、この人の入りっぷりは。インターハチ団子とかも美味しそう。ちょっと余裕あったらちょっと買いに来ようかな。そっちの方なんか、まっすぐだ。こうでまっすぐかな、これな。
あ、こっちか。あ、おはようございます。こっちかな。ちょっとちょっと。おはようございます。今、後ろは撮ってどこに。玉部城で玉木なのか。あ、そういうことか。知らんかった。そういう。あ、で、そこに駅見えてきたから、そこが駅舎か。こんな、敷地とか、いろいろと、あるんですね。すごいな。おしゃ、皆さんの、いや、どこなんだろうね。ここだったのかな。これがところ、食堂。うなぎ料理定食、結構ずっと早いんですね。お、でこれか。ははは。あ、結構駅前ロータリーもあったんでしょ。あ、ここか。おはようございます。